横浜市立比叡小学校の校長の住田と言います。で、まあ、普段はですね、この教職員のハッピーが子供の笑顔につながるっていうような感じですね、どちらかというと、ポジティブな話題でですね、お話をしてきているわけですけども、今日は教育忘年会ということで、言いたい放題ということでしたので、このコロナ禍の1年、学校現場のみんなが思っているなんかおかしいだろうっていう思ってるようなことについて、ぜひね、皆さんで語り合えればなというふうに思って、話をしていきたいというふうに思っております。まずですね、この前こういうのが東京ではですね、出たんですね。小池都知事がですね、都内の小中学生に医療人生の感謝の手紙をとか出たんですね。で、こういうのが出たときに、都教委の方がですね、すぐに、8月20日、12月22日付でね、各学校とかな、教育委員会に依頼文書。で、ここのところに書いてあるのは、お手紙をですね、感謝とか応援の気持ちを伝えるお手紙を募集することになりましたと。で、皆さん協力してくださいと、こういうの出たんですけど、これをもとにしてですね、それぞれのじゃ教育委員会と学校がどうしたのかなってことをすごく私は気になっていて、で、いろいろと話を聞いてると、校長先生方は、やるしかないなと、やらなきゃしょうがないんじゃないかなとかですね、あとは先生方も、こういうの来たんだったら、もうね、じゃあどんな紙に書かせようかみたいになっちゃって、とにかくあんまり現場が考えるというよりは、もう言われたらもうそれやんなきゃねって感じになってしまったんですね。これっていうのは非常に大きな問題で、おそらく今までいろんなことが問題としてあって、言われたことに関しては、あまり現場では考えずに、やらねばならないっていうことで、どん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 やることが増えていってしまうと。やること自体が悪いことだって言ってるわけじゃなくて、こういうのってのは結局、やるかやらないかと現場で考えるものであって、例えば学校でどうしようかとか、またはそのクラスでどうしようかとかね、じゃあ子供たちと一緒にどういうふうにこれを考えていこうかって、もうすでに今まで十分やられていることなので、この後に及んでですね、こういうものについて、この忙しい時に、やらされるっていうことに関して、皆さんどうなのかな。で、いろいろ聞いてると、寄せ書きにしましたとかね、医療従事者の方々が、癒されるような絵を描いて送りましたとかですね。いろいろ皆さん工夫はされているんですけども、こういうことについて、ですね、東京の方々どうしてるのかなと、すごく私は心配になりました。こういう時に、何も考えずに言われたことをそのままやっていくような、そういうあり方っていうのは、やっぱりちょっと考え直していかなきゃいけないんじゃないかな。私が言われたら多分やらないです、これは。横浜ではまずこんなこと言う人いないと思うんですけど、これは本来ね、主体的にやるものであって、押し付けてこの時期にやらなきゃならないっていうのはどうなのかなっていうふうにも思いますしね。このあたりについてね、どういうふうにお考えかなって、いろいろSN 上でもかなり、話題になっていると思います。ちょっとね、最近のことでちょっとこういうこと気になっていました。やっぱり我々が主体的に自分たち考えて、自分たちで判断して自分たち決めるっていうのはね、働き方についてもそうなんですけども、すごく大事だなと思っております。で、今年ですけども、私は朝日新聞のウェブ論坛に、ずっと連載してるんですけど、今年3月以降はですね、ずっとコロナのことについて、学校の現状について書いてきました。ずっとですね、途中で9月にとかってありましたよね。で、そういう中でですね、6月に書いたのがね、今学校に取り戻さなきゃいけない、何だろうかっていうだけで子供の楽しみじゃないかということについてね、書きました。これがですね、なんとですね、論坛の全体の中でランキング2位になりまして、1位と3位がなんか安倍さんなので、ちょっとあんまりいい気もしないんですけど、今学校に取り戻さなきゃいけないのは何だろうかってことで。で、学習の遅れを取り戻すってことをすごく言ってるんですけど、本当なのかどうか、それはね。学習の遅れを取り戻せって言って、メディアもそうですし、教育評論家もそうですし、皆さんが煽りましたよね、すごくね。で、結局学校で何が起こったかっていうと、形状記憶マインドですね。戻らなきゃいけない。とにかく学習をなんとか戻さなきゃいけない。もう遅れてしまってる。現場は全くそのことを思ってなかったと思うんですけど、周りにすごくそれを煽られて、やる羽目になった。本当は何なのかって、やっぱり、子供たちは楽しみを奪われてですね、育ちを奪われてですね、笑顔をバレてというのを、そこを何とかしなきゃいけなかったものを、そこのところをすごく落としていってしまっている。大問題だなということで、これについて書きました。で、
そういう中でですね、やっぱりこう後戻りしていく、その記憶形状ですよね。記憶形状合金とか、記憶形状シャツは便利なんですけど、マインドが記憶形状ですね、どんどん後に戻ってしまうと、こういうことが起こってしまったんですね。教育の森のアンケートでは、非常事態宣言が出たところで、アンケート調査を図って、まあ、1000以上の回答があったわけですけど、まあ、教頭先生、校長の約7割、主幹教諭、教員の約6割が過労死ラインを超えていたというようなことが起こってしまう。で、まあ、全体で見ると約6割近くがですね、まあ、時間外勤務、持ち帰り仕事の合計が過労死ラインを超える8時間を超えているのが、まあ、6割ぐらい。で、疲れていくとどうなるかっていうとですね、やっぱ子供の話を聞けなくなるということもデータとしては上がってきていて、まあ、半数以上の方がもう疲れると子供の話聞けなくなっていく。どんどん子供との距離が離れて信頼関係がうまく築けないということで、様々な問題が起こる。当然、いじめもですね、不登校に関わることも、いろんなことが問題としてやっぱ起こってきてしまうということが、ここで分かったんですよね。なので、私がずっと書いていく中で、これ一番最後のですね、このままで学校危ないんじゃないかと。まあ、やっぱりどんどん先生たち、まあ、仕事をですね、追われ、仕事が増え、学習の遅れを取り戻せと、7時間授業やったり、土曜日を授業したり、夏休みは、ね、短くしなくていいのに短くしたり、本当は時間はそんなになくなってないんですよね。まあ、皆さんご存知のように、行事をあれだけなくして、精選して、準備時間を減らしたんですから、時間はかなりあったはずなんですけど、それでもとにかく、追い込まれていってしまったと。危ないと。そういうことで、文科省で記者クラブの記者会見をしたわけです。で、ここにある QR コードっていうんですかね、これね。これをまあ、スマホとかで見てもらうと、その時の記者会見の様子が6分ぐらいで多分まとまっていますので、もしご覧になってない方は、ご覧いただければと思います。教育の森の藤川さんとですね、一緒に、教職員の勤務実態と、先ほどのまあ調査、7月に行った調査と、緊急提言ということで、記者会見を行いました。その時の模様がこういう感じでやっているところです。で、その内容はですね、やっぱり教職員が生き生き元気に働ける職場環境づくりに関わる緊急点。要するに、先ほどお話ししたようにですね、やっぱりまず先生たち、教職員が生き生きと働ける状況でなければ、やっぱ正常な教育活動ってできない。そうなると、先生たちの状況っていうのが、先ほどお話したように非常に、厳しい状況になってきている。コロナ前よりもですね、さらにこの教育の従事している方々も、医療従事者も当然そうなんですけど、教育に関わる人たちっていうのの、環境が非常に悪くなってきてしまっていると。まあ、そういうのがありましたので、まず内容的に6個入れたんですけど、教職員の定数改善ですよね。それから、今年感染症予防という観点で、補正予算で得られた人員を、継続して配置してもらうと。あと、標準授業実装の弾力化ということで、まあ、これも内容的にもそうですよね。こんだけのことが起こっているのに、一切内容を削らずですね、今年からやることをさらに増やしているっていうね、ようなこと。まあ、働き方改革と全く逆行するようなことを継続してやってしまっている問題。あとは、やっぱり子供の心身のケア。これは非常に重要な問題ですね。かなり、やっぱダメージを受けてますから。そして、教育予算の確保。今までもそうですけど、本当に教育予算が少ない中でやってきている。先生たちが頑張っている中で持ちこたえてきているものが、もうそろそろ限界に来ているということですよね。それから、最後に言ってるところ、本当は最初なんですけど、教職員の心のケアですね、という部分、かなり私も聞く限りではですね、学校で、やはりかなりの人が、まあ、休んでいるという状況が、あるということですので、やはりこのケアの部分もきっちりしてほしいと、まあ、いうような内容で、文科省に対して提言をということをやってきました。で、なぜ、まあ、緊急提言だったのか、まあ、しかも記者会見だということで、まあ、現職の校長が、なぜそこに行ったのかということなんですけど、私も全国のいろんな方々とこうつながりがあるので、結構メールをいただいたんです。7月にですね、まあ、こんなメールが来ました。見たことはないくらいのカオスですと。飛び出まくりで先生たちも疲れ果てています。真面目にこなそうとするから、もう慌ててる感じなんです。もう限界ですとかね、もう倒れそうとか。もうそんなようなメールを、もう、なんとかな、先ほど言ったように子供の話聞けないってだけじゃなくて、
もうなんか子供に対して当たってしまうとか、もうイライラしてしまうとかね。もう本当にその教室の中がカオス状態、職員室がカオス状態っていうようなことが、まあ、たくさんメールが来たわけです。そうすると、なんとかしないと、夏休み明け以降やばいなと。夏休みが短いってことになってるわけですから、そこでリフレッシュできない。そこでね、やっぱりこう、次に、ね、こう、英気を養うのができないっていう、もう先生も子供もみんなそうですから。そもそも学校崩壊とか起こるんじゃないかなっていうようなことを、まあ、考えても、これやばいなってことで、まあ、緊急提言やっちゃおうかってことで、まあ、やっちゃおうかって言ってもどうしていいか私もわからなかったので、まずは雑誌、当時、教職研修ですよね、の方で、まあ、やりましょうということで、そちらの方にまあ文章を出したというのが前段としてある。そして、NPO 教育の森の方で、先ほどお話したのが調査してましたので、これをどこかで報告しようということで、そのセットで記者会見してみたらということで、で、まあ、その後、文科省に緊急提言やったらどうかということで、まあ、先ほどの内容で、記者会見した後に、緊急提言を文科省に対して、ただ、私もやったことなかったので、そんな大それたことしていいのかなっていう、大丈夫かな、現職でっていう話をしてたら、まあ、ね、別に文科省にこう歯向かうわけでもない、文句言うわけでもなくて、まあ、特にその法に触れるような話でもないので、まあ、きちんと学校の状況を伝えて、理解を求めて、まあ、結果的に応援するようにしていこうというようなことで、まあ、よし、やっちゃおうということで、まあ、横浜市教育委員会にも一応お話をしたら、行きますよって、こんな内容でやりますよって言ったら、あ、わかりましたということでしたので、あ、何でも問題ないなと思って行きました。で、行ったんですけど、結果的にですね、どうなってるかって、横浜市のこれ調査なんですけど、10月の、要するにこれはですね、80時間以上ですね、時間勤務があるっていうのが、6月から7月にかけてぐんと伸びました。そして8月から9月、10月と、昨年以上ですね、の、やっぱり、時間外労働が増えている。で、しかも、45時間って今言われている中で、45時間を増えている、超えているものはやっぱり6割近くがいるわけです。で、そういう中で、変形労働時間制を持ってこようっていうのが、これは大間違いの話で、まず整備するべきは、その先ほどの前段の部分ですよね。きちんとこの時間外労働がないような状況を作っておいて、まあ、導入するということは前提だと思うんです。それができてないのに持ってこようとすることは、ますます長時間労働を助長するということになるだろう。で、先生たちも、やっぱり休んだよ、どうせという話をしてました。ですから、ちょっとこの辺もね、また後話題になると思うんですけど、そんなことで考えて。そしたら、この間こういうのも出てましたよね。あと、精神疾患が非常に増えてる。まあ、それじゃなくてもかなり高止まりで言うと増えてるものが、昨年、おそらく今年はもっと増えているとなると、本当に学校をね、このままでは教育活動していくっていう先生たちを守らなければ、先生たちがやっぱり元気で働けるような状況を作らなければ、日本の教育もこれまでやってきたものの限界を迎えてきて、やり通せない。すると、やはり、やっぱ完璧を求めちゃいけないんだなと。やっぱり睡眠とか、こうリラックスする時間をしっかりとるっていうようなことが、もうやっぱり生きていく上でも大事ですし、やっぱり持続可能な働き方って考えるときにはやっぱ必要なんじゃないかなってことで、これは皆さんで確認していきたいなと思うところです。ちょっと時間がだいぶ過ぎてて大丈夫ですかね。で、ね、そうなったときにですね、その完璧を求めないっていうときに、学校の本来業務以外は手放すってことが必要で、まあ、本校では例えば消毒作業はボランティアにとかね。で、今はインフラ整備、強化期ということで、外部委託、アウトソーシングですよね。で、障害者施設と連携をしながら、様々なことをもうアウトソーシングするっていうような流れを今作っているところです。で、まあ、働く場所の改革っていうのについても、まあ、まあ、主体的に働く場を考えていくということで、昨年までは、学年の、なんとかね、自分たちでアプローチするプログラム、を作っていたんですけど、今年はプロジェクトチームでこれを進めているところ、とにかくゼロベースで考えるということでね、みんなが生き生き働ける先生たちなんかどうすればいいかということで、考えています。で、さっきお話した学校ダイエットということでアウトソーシング、ね、障害者施設の方々が学校に入ってきていろんな作業をしていく。で、まあ、どんなことから始めるかってこと、まあ、いろいろこう書いてあるんですけど、教育目標の明確化とかあるんですけど、結局はですね、やっぱり形状記憶マインド。我々の、そういうマインドをどう変えるか。
で、何をやめたかっていうこと、プラス、やっぱりやめた時間の代わりに何をするかっていうことを明確にしとかないと、先生たちのこう、記憶形状マインドが働くとですね、なんかやめて時間を生み出したところにまた仕事をするっていうね、ここに会議を入れたり、研修を入れたりとかしちゃうんで、やめた時間のところ何するかっていうことまで合わせて考えていく必要がある。そうすると、まあ、昨年度、今年度っていろいろこう変わってきたことあるんですけど、結局、現場から変えていくってことが必要で、本気度ですよね。要するに当事者意識。まず、自分ごとになってるかどうか。で、その本気になったら今度は、それをどういう工程で進めていくか。誰がやって、どのようなスケジュールでやっていくかということを明確にやっぱりしていくこと。で、挑戦できる雰囲気があるかどうかってことですよね。そういうふうに、やってみようかっていうようなことができるような雰囲気作りになってるかと、これをきちんと流していかないと、なかなか先に進まないだろうなっていうふうに思っています。で、最後ですけど。で、結局ですね、このコロナ禍において何だったのかなと思って、やっぱり我々は子供たちにだいぶ救われているなということですね。子供たちがうちの学校のこれ階段のところなんですけど、子供たち同士がすごく励まし合ったりとか、支え合ったりとか、勇気づけ合ったり、元気づけ合ったりとか、すごくあるんですよね。ですから、そういうふうに考えていくことはすごく大事かなというふうに思っております。最後、本の宣伝ですから、ぜひまたよろしくお願いします。すみません、以上です。です。どうぞ。はい。ですね。まあ、今のお話、本当にもう、ドキドキワクワクして聞いてました。まさに、感謝の手紙の、こう、ね、押し付けではないんでしょうけど、ね、事実上、こう、押し付けられてきていることに対して、こう、何も反論をしなかったら、どん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 業務が増えていくっていう、それが今までだったのかなっていう気がしてまして、はい。で、それに対して、まあ現場でいろいろ思う、それ違うだろうって思うことがあっても、まあ反論する術もないし、で、反論していいのかもどうか、いいのかもわかんないしっていうところで、まあ現状みたいになってきてるのかなと思うんですけど、まあそういう中で、SNS が出てきてから、まあいろいろ状況が変わってきたのかなと。で、私もツイッターを4年前から始めてまして、いろいろ情報発信をしてきた。まあ、今日の時点では、顔や実名も出してやっていますけれども、まあ、そこに至るまでいろんな、悩んできた。まず、教師がツイッターなんかしていいのだろうかとか、まあ、していいとしても、どういった発信は良くて、どういった発信はダメなんだろうかとか。で、また、身バレなんかした日には、この今、発信リスクって言って書かせてもらってますけど、まあ、本当いろいろと、不安なことだらけでっていう。まあ、そういった、実体験も含めてお話しさせていただければと思っております。はい。で、その活動の前にですね、今日はそもそも私がなぜ教師になったのかっていう、まあ、ちょっとこれも関連してますので、簡単にお話しさせてください。僕、大学時代に、まあ、教員になりたいと思って、まあ、大学に入ったんですけども、大学時代に劇団に入りまして、で、その劇団に入った理由は、面白い授業がしたいってなった時に、そのためには演技力が必要なんじゃないかなと思ったんですけど、で、まあ、演技力を学ぶために劇団に入ろうと思って、入ったら、まあ、演劇にはまってしまって。で、結局、教員になるのをやめて、20代は東京の下北沢で、風呂なしアパート、家賃2万円のところで、1日の食費300円で、極貧生活を送りながら、役者とか映画監督を目指してたんですね。で、その頃、一緒に事務所に所属してたのが、斉藤工さんという方なんですけど、ご存知ですか？まあ、今はね、最近、たくさん出てますけども。斉藤工さんの電話番号僕持ってますので、次回のゲストは斉藤工さんに出てもらおうかなと思っています。けれども、まあ、僕の方は全然売れずに。で、29歳の時に最後、起死回生で自分で100万円貯めて、脚本書いて、監督して、主演で出て、自主映画を作ったんですね。その題名が Thank you for everything と言います。で、これでもう、映画祭に応募したら一夜で有名になってしまうなと思ってたんですけど、それが全くこう評価を受けずに、29歳の時に、あ、僕は才能がなかったっていうことに気がついたんですね。で、30歳がどうしようかなみたいな。はい。まあ本当に、教員でも何でもなければ、ただのフリーターでしたから。はい。まあ一方でですね、20代、ずっと、まあこれだけ好きなことやらせてもらえたと。で、それはこの日本社会があってこそだとかですね。まあ映画作りの中でいろんな人に助けてもらった。というところから、まあ30歳からは少しでも世のため、人のためにって、ちょっとこっぱずかしいですけど、まあそんな風に生きたいなって純粋に思ったんですよね。で、そのためにはって、あ、僕は教員免許持ってるからって思って、まあ30歳から教員を目指すことにしました。
で教壇に立ってからも、まあ、あの教室の中では少しでもマシな授業をしてと、まあ、生徒の役に立てればっていうことと、あとは教室外でも、私生活の中でも、まあ、少しでも教育改善につながる何かができればっていう、まあ、そういったところが出発だったんですね。少しでも教育改善につながる何かをと思ってました。でも、まあ、個人個人の教員に何ができるんだろうって思っていたら、当時2016年なんですね、ある有名な准教授が彗星のごとく現れて部活問題について熱く語ってたんですね。でその先生の講演を聞きに行ったんです。まあ、ちょっと匿名にしておきますけども、まあ、この内田先生ですね、これね、若かりし頃の金髪の内田先生ですね。まあ、内田先生がおっしゃってたのが、まあ、一人一人の教員できること、それはもうツイッターだと。ひたすらツイートリツイートを繰り返すことで、まあ、少しでもこの改革に役立てるんだっていうようなことを言ってまして、ああそうかと、じゃあツイッターでも始めようと。まあ、ただもともと僕はパソコンが得意でもなければ、ツイッターなんてほっといたら別にやりたいとも思わないような人間でしたので、まあ、頑張って、1日1ツイートを目標に。でやっぱりいろいろ不安なことがあるから、見バレしたらアカウントでも消そうかと思って、安易な気持ちで始めました。とはいえ、この見バレしたらアカウントを消したらいいやっていうのは実は間違いだったかなと今にしては思うんですけど、そんな話もこの後はすぐにします。まあ、ともかくですね、仮名で斉藤秀美、これなんで斉藤秀美にしたか分かりました？今までのお話で、これはなんと斉藤匠くんから取った名前というわけではないんですけどね。実はそこは全然関係ないんですけど。まあ、はい、ちょっと別の理由で斉藤秀美っていう仮名ですね。ただですね、当初からずっと不安になっていたのが、そもそも教師、公務員がツイッターで発信などしていいんだろうかと。で、まあ、これについて、まあ、ほどなくいろいろ調べまして、ある資料が見つかりました。それが国家公務員のソーシャルメディアの私的利用にあたっての留意点というものなんですけど、2013年6月に出てるんですね。当時、一番上に書いてる復興庁幹部職員のツイート問題っていうので、あるまあ国家公務員の人がツイッターしていて、えらい炎上したと。で、その国家公務員のツイートについてどうするかっていうようなことが、まあ、急遽出されたんですね。今でもこれ、ネット上に転がってますから、よかったら見ていただいたらいいかなと思います。が、簡単にこのエッセンスを紹介しますと、赤字の部分ですね。まあ、まずもって、こういった資料が出ている。私的利用にあたっての留意点ということは、禁止ではないんですよね。まず大前提として、公務員であっても、個人の SNS 利用は禁止ではない。まあ、理由は表現の自由が認められるためなんです。ただし、まあ、いろいろ気をつけましょうと。丸1から丸3まで、これが公務員としてですね、信用失墜行為の禁止、守秘義務違反の禁止、それから政治的行為は制限されるですよね。ちょっとこれも後でお話します。丸4以下は公務員に限らずだと思いますけど、まあ、個人情報をツイートなんかしちゃいけないですし、また丸5番、他人や組織への誹謗中傷、こういったものは禁止であると。まあ、このあたり、教員アカウントがたくさん増えてきている中、ちょっと危ういなっていう発信もありますよ。ちょっとこれ気をつけてもらった方がいいんじゃないかなと。丸6、職務に関連する内容は慎重に取り扱う。これ、職務に関連する内容は発信禁止ではないんですよね。まあ、慎重に取り扱いましょうと。ツイートする前によく考えましょうと。丸7、事実に反する情報や単なる噂の拡散への加担は慎む。まあ、これ要するにリツイートですよね。リツイートの時に事実に反する情報、それから単なる噂、このリツイートは慎みましょうと。あとは勤務時間中のツイート禁止、業務で支給されている端末を使わないと。まあ、こういった注意のもと、まあ、僕は発信してきたんですけど、まあ、たくさん発信されている教員の先生方、匿名だから、僕は匿名だからあんまりこれ気にしなくていいんじゃないかって思うかもしれませんけど、まあ、匿名でやってても見バレしない限りはもしかしたら責任を負うことはないかもしれませんけど、見バレしてしまったら当然責任を問われます。見バレしたらアカウント消したらいいやって言っても、まあ、見バレした時点でもうあとね、それ削除してももう後の祭りな部分がありますから、まあ、やはり責任は問われます。はい、というところで、まあ、今一度発信についてはこういうところを気をつけて、まあ、でも発信していったらいいと思うんですよね。
まあ、ということで、まあ、僕は匿名で発信を始めました。で、ツイッター以外も、当時部活問題から始まって教員の働き方改革とかいう話題にもなっていきましたから、まあ、その時には匿名で覆面で記者会見なんかでもこう意見を述べていきました、まあ、さらにですね、給特法の抜本改正を求める署名活動なんかですけど、これもまあ匿名ではやったんですが、政治的活動、署名活動はしてもいいんですけど、政治的目的を持たないように気をつけました、まあ、このあたり、政治的行為の制限というところで後で島崎弁護士からお話しいただけるかと思います。あとはですね、あの匿名の頃からあの書籍なんか出したり、あと執筆、あと登壇イベントへの登壇とか、まあ、ラジオやテレビへの出演なども匿名で出たりもしましたけれども、まあ、その時はあのいわゆる副業申請なんかをしたらあの全然対価をもらえるんですけど、まあ、あの匿名でという事情があったので、対価は一切受け取らずにこうやってきましたっていうふうにしてきたら、これ僕個人にとっては何のメリットもないんですよね。別に自分の個人名を売りたいわけでもなければ、あのお金が儲けれるわけでもないと。しかもこれよく見たら、これ僕があの関わった2冊の本って、これタイトルすごいやべえなって未だに思うんですけどね。僕2冊本出してますって、教師のブラック残業と瞑想する教員の働き方改革ですとかって言ったら、もう二度と表に顔なんか出せねえだろみたいな、本当にそんなことやってきたんですよね。はい、まあ、そんな僕はどうなったのかですけど、まあ、あの当時から教育改善につながるのであればっていう思いでやってきて、それが目的でしたので、あの別に自分が 何かこう利益を得るっていうことはもう全く関係なくこうやってきたわけです、が、まあ、あの結局顔や実名を出した あるきっかけがあって、それは去年、の9月、変形労働時間制っていうのが、まあ、国会の中で議論されると。でこの時にですね、やっぱりこれはもうなんでやねんっていうことを現職の教員がちゃんと言わないといけないだろうと。これを止めれるか止めれないかとかではなく、ここでそれ違うでしょっていうことを現場から言わないと、まあ、本当に教育は死んでしまうんじゃないかなっていうふうにして思ったんですよね。で政治家に訴えるしかないと。でその場合はもう匿名では許されないだろうということで、もうえいやということで、顔と実名を出して、発信をしました、まあ、ただ後先考えないでやってきたもので、結局顔や実名を出したとこの発信リスクはどうなったのかっていうお話もしておきたいと思います、まず一つ目、生徒保護者に知られて教師としてやっていけるのか、まあ、例えば部活やりたくないんですとかね、そんな話を僕してきましたから、あの先生部活やらないんだみたいなことを生徒保護者が知ったときに、ちゃんとね教団で授業して生徒が聞いてくれるだろうかとか、まあ不安だったんですね。まあ結果からしたら、あの何人もの生徒が、まあ僕は実名出した翌日やもう結構知られちゃいましたから、あの声かけてきて、先生が言ってることは間違ってないですよっていうようなことをたくさんの生徒が言ってくれたんですよね。あと保護者の方は、まあ、先生の主張していること、これ労働者として当たり前ですよねっていうふうなことを言ってくれました、まあ、例えば残業してるんだったら残業代ちゃんともらうべきですっていうような発信ですよね、これは当たり前ですよねって言ってくれて、あの懇談のたびに、残業代ではないですけどって言って菓子パンをいつも持ってきてくれたりしてたんですよね、まあ、本当そういうのが一つ一つが嬉しくて、で同僚がどう考えてるのか、これはまあ未だに実はよく分かんなくてっていうのは、結局僕が発信していることを、あの職質で話題になることないですから、うん、まあ、みんな知ってるけど、こうあえてそこには触れないっていうような感じなんですよね。まあ、ただあの実名が知られて以降、まあ、僕がまだツイートを続けているのは、むしろ生徒や同僚、これまあ僕がツイートするために全部見られてると思いますけど、むしろもう見てもらいたいと。そうツイッターを通じて、僕は職員室で、声を出さなくても、ツイッターを通じて、まあ、僕の意見をあの現場の人たちに知ってもらったらいいんじゃないかっていう思いで今やってます。さらに管理職に知られて大丈夫かっていう、まあ、これ一番心配してましたけど、やっぱり去年、ある新聞記事を出してもらったんですね。リスク覚悟実名でと。で、この中にこんな一文があります。今まで通りでは伝わらないと覚悟を決め、実名顔出しで活動することにした。石田達也校長も、これ当時の校長先生ですけど、
学校の業務をちゃんとしてくれれば問題はないんだと。勤務時間内、ちゃんと、まあ、学校の中での仕事をしてたら、私生活の時間で別に何を訴えても構わないということを言ってくれました。さらに教育委員会に知られて、これ処分を受けたり、報復人事を受けないだろうかっていうことも心配してましたし、これ未だに心配なんですけど、はい。まあでもね、よく考えてみたら、報復人事を受けても、クビになることはないと思いますよ。それから命を取られることもないですよ。だから逆に考えたら、報復人事を受けるだけの覚悟を持ったら何だってできるんだというふうにして思います。だからそれ以上に今教育改善につながる何かができるんであればというふうに思いました。あと社会から罰を受けないかということで、まあ、この記事の中で僕の勤務校が出てましたから、今日までにですね5通、手紙が届いたんですけど、ファンレターみたいな手紙を恐縮ですけどいただきまして、クレームめいたことはもう一切なかったですね。だからまあこれは僕の功績でも何でもないくって、これまで、たくさんの名もなき教員たちがツイッターなんかで発信をしてきたことで、十分にその思いとか考えっていうのが世の中に受け入れられる土壌ができてるっていうふうにして感じました。まあ、これが去年たくさん勇気をもらったことですね。はい。まあ、とはいえ別に実名を推奨するわけではないですから匿名で構わないと思うんですけど、まあ、一方で僕が実名を出して発信している今の気持ちっていうのはこういったところです。教師の労働問題はツイッターの中で、なんか核の世界でというか、まあ、パソコンの中で発生しているようなものではないと。実際現場でこういった労働問題が起きていると、教師も人間であると、現実の世界の人間が苦悩しているんだと世の中に伝わってほしいですとか、あとはまあそもそも教員に限らず理不尽を感じた人が普通に顔を出してそれおかしいんじゃないですかと堂々と言えるような社会を作っていきたい、まあ、これが今教師としての自分の思いでもあります。はい。ということで、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ですけど、とりあえずこのテーマで今日ちょっとお話をしたいと思います。斉藤先生からずっとこれリクエストをいただいていて、これをちょっとぜひと言われていたので、話していきたいと思いますが、今映ってますかね。映ってます。はい。この方ごめんなさいね、スライドが。もう基本的に自由なんです、発信は。先生からもお話があったんですけど、労働者だし、まあ、国際人権規約とかもちょっと書いてますけど、世界的にはすごく日本はまだ遅れてるぐらいで、ただ公務員であることとか、もしくはより教育公務員であることの法的な制約が少しあるのは事実なんですね。ただあくまで法的にも自由です。これ全部憲法との理念の中でのぶつかり合いなんですけどね。で、ただ斉藤先生のお話の中に結構出てきたんですけど、いや怖いはずです。萎縮効果というのがあって、だからどういう話するかって結構実はなかなか難しいです。で、今日本当にごく一部その発信の中でも先生方のもしくは公務員の発信の中の本当に政治活動に関する一部だけちょっと今日はお話ししようと思うんですけども、歴史的に本当にいろんな弾圧が、で過去のお話じゃないです、もう本当につい最近もやられている、これ国家公務員ですけど、法的には教育公務員と同じ位置づけなんですけど、無罪になったり、再有罪になってしまったりというのもありますから、余計なことしないでおこうよという先生たちの気持ちも、気持ちは本当によくわかります。あまり細かい法律の話をするつもりはないんですけど、今日はちょっとだけ条文なども出してお話しようと思います。国家公務員法102条という条文で、で、なんかこれを、バッと読むと、これだけ読むと なんかダメなんじゃないと、斉藤先生は完全にアウトみたいな感じがするかもしれないんですよね。人身規則で定めることやっちゃいけないよって言うんですけどね。ずっとすごく曖昧なんで、弾圧でも利用してられてきたし、厳密に言うとすごく難しいですけど、私が今日これからお話しするのは、まあ、争いなく絶対ダメだよねと。当局がこんなんで処罰したらいけないよねというレベルです。私が考えるレベルだと、こんな法律全部違憲だと思ってますから、私の考えるではなく実務上こんなことはありえないでしょうというレベルで、政治的な行為
公務員が、教育公務員がやっちゃいけないわけじゃなくて、これ、政治的な目的がある行為で、しかも列挙した行為だけなんです、禁じられているのは。先生のお話の中にも少しちょっと出てましたけど、でも政治的目的って何と。政治的ですごいアバウトな概念で今使われていますけれども、ちゃんと法律の世界で、しかも刑罰に関わる定義をしているんですけどね、人事院規則の中で、まあ、いろいろこう政治的目的、政治的目的って出てくるんですけど、まあ、行為の列挙の方から先にお話すると、うんね、現職の教員である斉藤秀美が給特を切るとか、もうアウトですよね。完全に影響力を利用してますよね。テレビで ラジオの話出てきましたけど、息を述べてますしね。企画してますね、指導者ですからね、まあ、いろいろこうなんかアウトっぽい、だからやめとけと、実際こういう趣旨のブログとか見たんですけどね、まあ、そうじゃないよというところなんですね。これ全部政治的目的のためですね。教徒公開してって政治的じゃないかってね、何でもかんでも政治的って言われちゃうんですけど、政治的目的ってこういうこと言うんですっていうのが、もう定義されているんですね。ちょっと関係しそうなところでいくとこれです。政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張すると。それ反対、もしくは反対すると。なんかアウトっぽいですよね。アウトっぽいんですけど、もうこんなの本当に規制しちゃったら、教員は社会的な問題に関われなくなっちゃいますから、まあ、これもっと具体的に定められていて、運用の方針というのが出ていて、政治の方向に影響を与える意図っていうのはですね、憲法の定める民主主義の政治の根本原則を変更するような意思、憲法で定める民主主義の、まあ、根本、まあ、だ革命を起こしてね、政府が打倒するぞとかですね、そのレベルまでいかなかったらダメで、単に特定の政策支持する、支持しないなんて全然 OK なんです。だから、なんかこれ見て怖がる必要は全くないということですね。まあ、政府が出してる運用の方針でこうなってますから、これ以上萎縮する必要もないというレベルです。もっと際どいね、いろんな社会問題どこまで言っていいのかの話はちょっと難しすぎるんであれですけど、そもそもこの言うとこの問題、斉藤さんがやられてるレベルのことなら何の問題もないです。で、まとめです。まあ、結論も斉藤先生の今までやられてきた活動全部 OK なんですけれども、改めてちょっとでもそんな法解釈しても結論だけ言えばいいし、なんか面白くないなと思って改めても考えてみたんです。斉藤先生がこのテーマやりたいやりたいとおっしゃってて、でもなんか、すごく発信する中ですごい格闘を持たれているし、でもそれ自体本当はすごく教育的に僕は意味があることなんじゃないかなと思って、ちょっと取り上げてお話しさせていただくと、弁護士にすら向けてくる人いるんですよね。なんか政治的な意見を言わない弁護士ですかね。僕は未成熟だと思いますよ。社会の構成員で大の大人がね、自分は政治的な意見がないなんて、そんな人に教団立ってほしくないって個人的には思います。どういう価値観であって、政治的なものに対してしっかりとした自分の意見を持つことと、それを押し付けるかということと、人に話聞かないかとかって全然別ですよね。勤務時間外についても、教団で自分のね、自民党が好きだ、共産党が好きだ、公明党が好きだ、子供に押し付けるってこれ論外ですよね。それは中立性ないですけど、自分自身の私的な時間、まあ、教員労働勤務時間の観念がすごく曖昧なのが問題なんですけど、勤務時間外において自分の政治的な立ち位置、考えをしっかり持つってこと素晴らしいことです。別にたとえどんな考え方であれ、差別は偏見は良くないけれども、一般的な政治的に自分の意思がなく、ただ社会全体で真ん中で中立であることが自分の考えって、なんですかね、未成熟ですよ、そんなのね。そんな人、先生になってほしくないなって僕は思います。発信することの意義、自分が持つことを超えて発信することの意義って、まあ、民主政治を支える基盤を教員の人も社会人として持っていてほしいし、それを教育の担い手としての人格形成として僕は必要なんじゃないかなと思います。長時間労働のところでも先生方の自分の時間しっかり確保することでいろんな学びがある。その社会的な活動の中で教育の担い手として本当に先生自身もいろんな刺激を受けながら発展、いい先生になっていくために重要な時間、自分の私的な時間が大事だとお話しとしてきたんですけど、これまさにその一つとしてこれはあり得ると思います。これちょっともうちょっと私も研究したいんですけど、主権者教育が高校なんかでずっと進んでいて、その中でこれ文科省が出している通知ですけどね、実際に主体的な選択判断、他者と共同しながらさまざまな問題解決していく、これ国家社会の形成者としての資質や能力を育むことが教員に期待されていて、自らの判断で権利行使とかできるように実践する指導が必要と、これこういう指導をするわけですよね。
自分の政治的な意見も発信もできない人が、まあ発信しなきゃいけないわけじゃないですけど、少なくとも内面で考えられない人が担い手になれるんだろうかということで、発信しなければ子供のためにならないという意気込みでは全くありませんが、少なくとも発信すると返ってくるし、そこでコミュニケーションも取るし、それ自体はやっぱり子供のためにだってなってることだから、発信しようと思う方、先生たちは本当に自信を持ってやっていただければいいと思います。今日斉先生のお話もその子供と考えるプラスの意見の、ね、お話があったんですけど、生徒たくさんいたら、いや変なことやってるよこの先生って思ってる生徒も絶対いますよね。その子たちにとっても僕は有益だと思いますよ。違う考えに触れる機会があったわけだから、自信を持って続けていただきたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございました。もうこれで困ったときは柴崎さんに連絡すればいいって。さあ、そうだ、忘れてた。だからね、報復の話ですけどね、うん、はい、訴訟やる覚悟があったら、やってみろって私が言ってたって、そこらで言っといたらいいですよ、ね。本当ですか、はい、それは、僕に限らず。一つだけ言わされたんですけど、はいはい、普段は組合っていうんですよね、はい。組合だともっと守られます。最終的に個人なので、組合、労働組合による、まあ、保護はないけれども、憲法による労働組合としての保護が及ぶから、普通の組合の人はもっと簡単に言えるんですけどね、まあ、個人であってもここまでできるという意味でも、ちょっと今日は、あまり普段やらないんですけど、お話でした。ありがとうございます。困った時は僕に限らず、すべての日本人の教員が島崎先生を頼るということでよろしかったでしょうか。でも、相談していただきたいですよね。心強いです。はい。ありがとうございました。いや、まあ、法的な根拠もしっかりあり、さらには本当に住田校長先生を、本当文科省の記者クラブで、文科省の中にあるんです、記者クラブっていうのは。そこで記者会見しましたからね、現役のお立場で。本当に今日もね、東京都の対応に関して、すごく、まあ、厳しいご意見というか、しっかりと ご自身のお考えでご主張、主張なさっていて、えらく感銘を受けました。そしてもう秀美さんも本当に知られざる葛藤をお話しいただきありがとうございました。大きく分けてね、2つ論点があるのかなと。1つが住田先生がおっしゃっていた形状記憶の問題、つまり、まあ、コロナでかなり本当に今論座の中でも住田先生はコロナの中で何が変わっているか、何が大事なのかっていうのをずっと執筆なさっていて、そしてそれでコロナが戻った、コロナが収まって普通の日常生活に戻った時に、もう丸ごと全てが形状記憶で、数年前の形状記憶が戻ってきたら、それはまずいなと思う。まあ、この点に関して少しディスカッションできたらと。でもう一つは情報発信のリスク、まあ、斉藤秀美さんが特に住田先生の後半部分の話と絡ませながらの話題になるかと思いますけれども、その2つかなというふうに思っています。それでその前にね、1点だけちょっとこれすごく新しい話題で確認しておきたいんですけれども、1年単位の変形労働時間制、私たち実は夏も何度かその形でイベントをやってきたんですけれども、住田先生、これはやっぱり現場には馴染まないっていうことでよろしいですか。やっぱり感覚的に、感覚じゃないか、もう実態として合わないっていうふうにご理解なさっているんでしょうか。そうなんですけど、一番今心配しているのはあんまり現場で話題になってないんですかね。あんまりみんな知らない。だから突然これ入ってきたときに、要するに例えば校長に意見を聞いたんですとか言われても、現場の教員からちゃんと話を聞いてない状況が多々あると思うんですよね。だからこういう質問を受けたときには、学校の先生たちは知ってますかって必ず聞くんです。校長会とかでもこういう話出てくるんですけど、あんまりそういうことに関しては関心ないですよね。で、一体それ何なのっていうのがあるのと、まあ、そんなの言ったってあんまり学校には役に立たないねみたいな感じで捉えてるんだけど、それが入ってきた時どうなるかっていうようなことに関してはあんまりみんな関心ない。自分ごとじゃないから、そもそも働き方改革がうまくいかないのはそれなんだよね。自分ごとじゃないから、人ごとだからうまくいかないわけじゃないですか。これって自分たちのことなのに、あんまり自分たちのことだと思ってないことです。でそういうこと言うと、いや忙しいから、そんなこと考える暇ありませんみたいなね、なっちゃうじゃないですか。で結局堂々巡りで悪循環に入っちゃってるのが今の現状だから、ここどう抜け出すかっていうのはすごいね、それ変形労働時間制の問題だけじゃなくて、そのやっぱマインドの問題と今 の学校現場が今直面している問題、それぞれの学校、それ多分実態と全然違うと思うんですよ。それぞれの学校本当に今直面している問題にどう我々は
向かって、それを解決していくために各学校現場で、どういうふうにそこをアプローチしていくかみたいなことが本当はすごく大事なんだけど、そういうことに関しての何て言うのかな、マネジメントとか、コーディネートが、ね、うまくできる人がいないんじゃないかな、人がいないって変かな、学校管理職がそういう役割を果たしてないっていうことが一番問題かもしれない。ありがとうございます。そうか、この変形労働時間制っていう大事件でさえ現場は人ごとのように受け止めていると。まあ、どのぐらいの人が知ってるか一回聞いてみるといいかもしれないけど、まあ、多分ね、あの校長先生たちがよく、ね、聞くんだけど、じゃあ先生たち知ってますかって大体、ね、知らないって言いますよ。いや、だからそれが先ほど住田先生がおっしゃったように、まさにこれ働き方改革全体に進まない原因じゃないのかっていう、こういった学校 の, あの感覚があって、これがまあ形状記憶っていうところにつながってくると思うんですけれども、このあたり、それがやっぱりみんな安心で自信があってそこに戻りたいっていう気持ちはすごくわかるんだけど、でもよく考えたらコロナの前がその、ね、持続可能だったのかとか、いいその職場環境でみんながいい教育ができる状況だったのかというと、全くそんなことないのに、そこに戻ろうとするのは、そこにはまだちょっと自信があるんだけど、やっぱこのこれから先どうなっていくか分からないものに対して、どういうふうに自分たちが進めばいいかっていうのが分からないっていう、でもこれは本来今から求められる教育のあり方、あの教員がやっていかなきゃいけないことなんだけど、そこの部分に対するこうみんなのディスカッションが足りない。そこと対話コミュニケーションをきちっとやっていきながら、これからの教育どうするかと、これから学校どうするかっていうのを本当は時間かけてゆっくりやらなきゃいけないのに、ね、さっきもちょっとチャットの中にいっぱいあったけど、その授業時間が足りてないとか学習遅れてるとかっていう、それより先にやらなきゃいけない根本的なもっと議論しなきゃいけないことがあるのに、そのなんとか早くね時間を、ね、クリアしなきゃいけないみたいなこと、それは後ですよねっていう話ですよね。あの須田先生がもうコロナに入ってすぐにもう卒業式のことを論文に書いていらっしゃって、それで意外とまあすごく簡易な卒業式やったけれども、まあ子どもにしっかり向き合って意外と良かったよっていう、そういうことも書いていらっしゃって、そのあたり秀美さん、ちょっと秀美さんのご意見もどうですか。いろいろこの1年の中で、まあ、やむなくいろいろ削ったと思うんですけれども、形状記憶が壊れる瞬間が今起きてるわけですけれども、この先のことを含めてどのようにお考えで、お感じでしょうか。はい、まず住田先生おっしゃる通り、変形労働時間制象徴されますけども、なかなか今教員が置かれている現状とか、国がどういう議論しているのかとか、これどうすればいいのかっていうことについて、情報を取りに行こうっていうこともなかなかできてないし、発言していいんだというふうにも本当に思えてないんですよね。はい、まあ、ただとはいえですね、僕は今個人、実名でツイッター発信してて、まあ、それを読んでくれているからかもしれないですけど、こういったコロナになって、で、例えばですけども、杉田さんの先生もさっき開門時間うんぬんって書いてましたけども、生徒の体調チェックを最初しないといけないと。で、そうなった時に朝の始業をどうするのかっていうような議論になるんですよね。で、これまでだったら、まあ、なかなかこう、ね、校長が決めたことに従ってっていうことだったかもしれませんけど、まあ、みんなでこの勤務時間っていうのを意識して、何時からじゃあ、門を開けるべきかみたいなことになって、現在はですね8時20分から勤務開始なんですけど、8時25分に、校舎の扉を開けて、そこから体調管理をする、体調チェックをするっていうことになったんですね。まあ、そこまでいろいろと議論があってたんですけど、で、さらにうちの管理職はすごいなって思ったのが、じゃあ8時25分以前に、まあ、やっぱり、交通機関などの理由でどうしても早く来ないといけない生徒がいると、そうなった場合誰が対応するのか。8時25分までは管理職が全部体調チェックをするっていうことになったんですね。だから管理職以外の全教員は勤務開始8時20分に来て、まあ、8時25分から体調チェックの作業をすればいいようになったんですよね。で、それっていうのは結局教員同士誰もこう傷つけないんですよね。勤務開始の時間がこれだから、当然まあ勤務開始後に働けるようにしたら、まあ、みんなハッピーだよねと。で、生徒にしたって別にね、早く学校に来いって言ってるわけじゃないですから。はい、で、結構その生徒なんかも
8時25分だとか、まあ、僕は、散々こう、教員がこう早く来ないといけなくて大変だみたいにして書いてると、まあ、生徒もこう教員に無理をかけないような時間帯にちゃんと来るようになるんですよね、はい、なんかそれでみんなハッピーだしうまく回ってるし、うん、なんかそういった議論をこのコロナの機会に、まあ、いろんなところでやってるんでしょうけど、はい、なんかよりよく変えるチャンスだなっていう、あの形状記憶の、ね、前に戻すんじゃなくて、ここから先どうするのかっていうのをあの新たに考えていく機会ですよね。はい、あの意外と秀美さんとか住田先生、まあ、さっき秀美さんは意外同僚とあんまりそんなに真剣にそのこと話してないっていうけど、意外とそれだって目立ってるからみんな肌で感じてるのかもしれないですね。見てますよきっと、きっと絶対見てます、ね、そんなになって、あ、うん、そんな議論して変わってんだっていうのは非常になんか、うんうん、新しいハッピーな時代が来そうな予感がしててすごく嬉しいなと思いました。まあ、今の話がちょっともう時間本当にあと 3,4 分で終えたいと思うんですけれども、あのまさに情報発信することの重要性、まあ、もちろんあんまりリスクを犯してまでする必要はないと思いますけれども、あのぜひそこら辺の思いを、あの住田先生そこど先ほどそこまでその思いのこともお話しなさらなかったので伺いたいんですけど、文科省で現役の校長がね記者会見するって僕からしたら大丈夫かなって思うぐらいのことなんですが、そこら辺のなんか気持ちの持ち方というか、どういうふうな理屈あるいは気持ちで臨んだんでしょうか。そうなんです。いや私そんな皆さんが言われるようななんかそんな気持ち全然なくて、斉藤さんは大変だと思いますよ。あの教員なので、私はほら、あのフォラって言うんですけど、もうあの採用校長なんで、何も怖いもないんですよ。で、もうほら、後の人たちのためにやれるんだと、それは私がやるしかないなぐらいな感じで、やってるだけであって、なんですかね、あよくね、だから文科省に行った時も、先生、ちゃんと顔写していいですかって言われたんです、せっかく来たんだから写してくださいって言ったんですけどね。もう別にいいんじゃないですか。あのいいんじゃないですかって変なことで、あのこういう機会を与えられてありがたいぐらいに行きましたけどね。あの先生、いや、いいですか。あの校長がそういうふうにやってくれると、あの僕ら教諭としても、あ、いいんだっていうふうに思えて、めちゃくちゃ勇気もらいましたよ。でやっぱり住田先生が誰よりも僕よりもリスクを負ってやってくださったなっていうふうに思いますよね。そうなんですかね。全然そういう自分では自覚症状はないんですけど意外とだからやったらやれるっていうことですよね。秀美さんもそうだし、そう普段からね、そうなんですよ、やっちゃえばって言ってるんですよ、学校でも。もうね、やっちゃうしかないですよ、いろんなことを。あのもういろいろ悩んでたってね、しょうがないじゃないですか。先のことをどうなるか分かんない時代だって言われてるわけだから、やっちゃえばいいんですよ、どんどん。みんなやりたいことあってやりましょうよ。いやーすごいすごい感動しました。再再再任用ぐらいまでずっと続けてて住田先生もう校長先生続けてほしいぐらいの心強いお言葉でした。秀美さん、何か今受けてどうですか。いや、あのまあ、ちょっと手短にですけど、あの僕さっきの話でね、最後実はもう一つ話したいことがあったんですけど、あの2019年去年ですね、僕を勇気づけた一つの記事があって、はい、それロシアの方で、あの今日ある教員があの自分 の, あの水着の写真をアップしたっていうのがあって、インスタグラムに、ロシアのインスタグラムに。でそれで、校長が激怒して解雇されたんですよね。で、あれありゃっていうことなんですけど、その後ロシアの教員たちがあのハッシュタグつけて、教師も人間だっていうハッシュタグで、たくさん自分の水着写真をアップしたんですよね。当然顔も出して、でそれが1万8000件で、まあ、その辞めさせられた教員は、まあ、そこの学校に復職したわけではないんですけど、別のところで、まあ、教育関係の仕事に復帰したっていうような話で、いやロシアすごいなと思って。だから、まあ、そんな風にあの、ね、これは人間としてどうしても許せないんだっていうところは当然あの述べるべきだし、それに対してはもう別に臆する必要はないんだなっていう、まあ、勇気をもらった出来事があったんですよね。はい、ああそれ知らなかった、ありがとうございます。時間が本当ごめんなさい押しておりまして、あの2021年に向けて最後一言ずつ、島崎さん含めて最後、あの住田先生、斉藤先生、島崎さん、まあ、一言ずつも手短に1分以内で1分以内で30秒ぐらいで2021年の目標のを一声でいただけたらと思います。住田先生お願いいたします。はい、2021年ですね、コロナ前よりももっといい教育をしたいと思います。
本当に、後戻、その形状記憶しないっていうことですよね。さらに本当良い教に、育。店にさらに良い教育をということで、ありがとうございます、秀美先生。はい、今日お二人の先生の話を受けてなおさら僕は勇気をもらいました。皆さんもこれからどん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 まだ発信を頑張っていけたらと、でみんなでより良い教育を作っていきましょう。以上です。柴崎先生、来年は外への発信だけじゃなくて職場内での現実の取り組み、そしてこう変わったよ環境が、ともしくはこういう改悪措置だよとか、ちょっと生々しいところでの取り組みにつなげれるような話になんかやっていけたらなと思ってます。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ひとまずじゃあこれで第1部、本当は慌ただしくて申し訳ないんだけれども第1部閉じたいと思います。墨田先生、斉藤先生、島崎先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。